やはりあなた方だったか。同志たちから報告は受けていた。どうか仲間の非礼を許してほしい。私を追う理由を。そうか、ドラゴン族の進軍を止めるために対話。しかし竜と人との対立の根源にある隠された真実を知らねば。今こそ語ろう。私が見た。1200年もの遥か昔、当初はドラゴン族との小競り合いが絶えなかったが、やがて一人の乙女が二つの種族の架け橋となる。彼女は高い知性と理性を持つ竜と対話する中で、七大天竜の一翼である青竜フレースベルグと出会い、種の違いを超えて。だが人の命は竜のそれに比べてはるかに短い。どんなに長く生きよう。芝の愛を受け入れたフレースベルグも苦悩した。やがて死が二人を分かつという現実に。そして芝は懇願したのだ。自分を喰らってほしいと。魂となって永遠に。よりかくして芝の魂はフレースベルグに宿り、これを知ったドラゴン族と人とは互いを認め、融和への道を歩んでいった。二つの種族は協力し、この地に美しい国を築いた。しかし竜の目に満ち、人は欲望を抑えきれなかった。事故のために七大天竜を騙し討ち、その目。今イシュガルドを襲わんとしているのは、七大天竜の一翼にして人の裏切りにより目を失う。かの竜の目的は奪われた目の奪還だろう。それが叶わぬ限り。それは違うな。お前の語る過去が真実かどうかは別として、確かに以前にだからこそ俺は危険を承知の上で竜の目を持ち出し、都市をは。これが竜の目。これまで奴は執拗に俺を狙い続けていた。だがここに来て狙いをイシュガルドに変えた。そこには奪還すべき目がないことを承知。攻と攻撃の理由が別にあるというのか。それに奴の憎悪は目を奪還したとしても晴れまい。この竜の目を通じて俺に伝わる暗い感。ニーズヘッグとの対話が絶望的だとして、青竜フレイシュガルド侵攻に加担していないことを考えると、今も融和を望んでいる可能性はないだろうか。あくまでも争いを止めると。ならば私、かつて私がフレースベルグと開港した地、霊峰総務
どうした？大丈夫かい？無理はしないでくれよ。さあ、行こう。ドラバニアは西の山を越えた先だ。驚いた。我が竜の爪をわずかと調和を望み、混沌を鎮めんとする固き決意。
Thank you.
you